伝説のクイズ王決定戦。どうも、三井です。地球に優しいヒゲです。ネパールです。ハワイオクバマサトです。はい、というわけでね、はい、今回は4人でこの伝説のクイズ王決定戦というのをね、やっていきたいと思います。はい。はい、ね、皆さん、クイズは得意ですか？苦手。はい。得意です。あ、そうなの？クイズは得意です。はい、じゃあまあね、感じのね、4人のクイズ王が揃ったということで、やっていきましょうか。はい、みんなでクイズ。はい、でプレイヤー4人、はい、でキャラクターセレクト、じゃあまあね、キャラクターはじゃあ私はこの赤ん坊で、どうしよっかな、私はおじさんで、はい、主婦で、おすごい、結構老けてんね、このなんかほうの女の子で、あ、女なんだね、それは。はい、じゃあ人生ゲームだよね。で名前はね、もうなぜかあらかじめ入ってる。なぜかね、事前準備をしてるからね、ちゃんと。えらい。ごめんしてな。確かになんでネパールも入れたはずなのに。はい、じゃあね、名前も入れたということで。はい。はい。で、出題ジャンルね、これ、オフにできたりするんだけど、まあね、いいよね、全部、ありで。いいじゃないですか。はい。なんか得意ジャンルとかあります？生き物です。おそうなの、わかんない、適当に目についたもん言った。まあいいや、行こう、問題、我々ね、伝説のクイズ王なんで難しいを選びたい、まあ、当然です、当然、そんなこんな普通とか簡単とか話になりません、うん、あえてね、クイズでビンゴなすりつきましょう。逆転ルーレット3つあるけど、今回はクイズでビンゴやりたいと思います。はい、ね、これね、1人モード進めていくといろんなのも出るけど、やってないから通常放送しかないのです。クイズでビンゴ。こんなんあげえ、こんなんかボタン押して進まないんです。その数24、縦横7列、いずれでも構いません。最も早く揃えることができるのは一体誰か。クイズでビンゴ、クイズに答えることで、うん、気まぐれなビンゴマシンを味方につけようというこの番組。私、ガラポン江戸川の司会でお送りします。そして今回の出場者はこの方々。はい、はい、私です。ヒゲです。ああ、はい、僕です。ルールの説明を聞きますか。まあ、ルールの説明一応聞こう。それではこれからクイズでビンゴのルールを説明します。はい、クイズは早押し、問題の答えが分かった人はコントローラーの英語ボタンで回答権をゲットしてからマイクを使って答えてください。ゲームキューブの英語ボタンが4でかい。早押しに負けても気を抜かないように、回答権をゲットした人が不正解になると、もう一度早押しのチャンスがやってきます。誰かが正解すると、正解した人のカードにあるナンバーの中から抽選で1つのナンバーが選ばれます。本当早く喋って。ナンバーが選ばれたら全員のカードの江戸川さん結構頑張ってるから、これ頑張ってるけどね。抽選とはいえ、クイズに正解していれば自分のカードに確実に穴が開くので、どんどん答えていきます。話が長い。ただし不正解になると、その問題の間リンゴカードが表示されなくなり、誰かが正解した時に同じナンバーが自分のカードにあっても穴を開けることができなくなります。なるほど。誰かが1ラインを完成させたら、そこでクイズ終了となります。たまに出題されるレシピ問題は、そう、指名された人だけが答えられるピンチお助け問題です。ピンチお助け問題、これは1回ぐらい見たい。これから皆様にビンゴカードをお配りします。これを見たところでわからない。まあね、有利とか不利とかわかんないけど、穴は開きましたか。他の人と数字が被ってる方が有利であり不利であるのか、なんとも言えんなんだから。顔がいけてないかもしれない今。顔が、はい、やってくぞ。はい、ゲーム。え？え？何それ。え？白。おお、すごい。ちげえじゃねえ。真逆。黒じゃねえ。簡単ですね。今回選ばれてる。なんじゃそれ。一人開け。おお、いいな。乗り物。
わかんない、ね、ちょっとわかんない。駒場東大前駅どこよ、うん、まあそれがわかんないもん。さあ時間がないぞ。これはわかんないな。わかんないな。わかんない。わかんない。長そう。よし。これを知らないもん。絶対出てこなかった。慶応井の頭線なんて。使わないもんね、ここら辺。あ、え？一期一会。あーあー。ぽいな。すごい。ビンゴマシン、スタート。漁夫乗り来い。漁夫乗り。来い。もうそれしかないんだ。それしかないんじゃ。このナンバーです。あ、開いたー、開いたー、やったー、みんなやったー、あ、間違えた、すげえ間違えた、桃太郎。残念、あ、一瞬っぽいなと思った。他に答えられる人はいませんか。いやいや、わかんないわかんない、ちょっともうちょっとする。難しい。あ、くっそ、文武、あー、イエー、こっちゃんゴール。お前文武って喋れないの。赤ちゃんだからな。はい、出ろ。今回選ばれたのは、このナンバーです。よし、開いたな。ヒゲが国語。わ、この昔は知らん。なにこれ、わかんないな。天井裏から、よし、適当。一問線、ネズミ。すごい、すげえ、本当だ、本当に当たった。すげえ、一瞬間違えてんのにと思っちゃった。そうそう、誤認識出たと思った。やったぜ。嘘だよ、答えていかなきゃダメだな。16、あ、当たった、やったー。でも俺揃わなそう。バラバラで倍かんないと思う。多くない。俺歴史ゼロー、難しいやー、倍は多くないよ。ハン板垣退助。すげえ、うわ、すごいな、分かってんの。今のはハンでいたみたいな。ああ、おお、すげえな。なるほどね。今回選ばれたのは47です。あ、いた、微妙。うわ、でも揃わなそう。え、揃いそうじゃん。え、そうかな。斜め、え、凍結した。永久凍土。お見事。おお、2年で永久なんだ。この当たってるのにえって思っちゃう。今回選ばれたのはこのナンバーです。あ、俺すげえ空いてる、なんかさっきから。開かないな、危ねえな。問題、すぐ開く。わかんないよ、なんつったっけ、なんか知ってるけど。フリル、なんと言ったのか。あるんだ、そういうこと。はい、もう一回答えてください。フリルスカート。なんだ、フリルじゃない。スカートの椅子でクラシックバレー。薄い生地を何枚に重ねたもの。わかんねえ。わかんねえ、全然わかんない。ちょっと、適当も出てこないんだけど。ふ、え、スカートの椅子。あ、全然わかんない。あ、全然わかんない。出てこない、一生出てこない。一生出てこない。問題、ウェットアイアン。あずみ？そうだ。正解。ああ。よし、出てきた。ビンゴマシン。文学以外喋れる。そうだな。四文字以内で喋れる。このナンバーです。38あるか。あ、ない。全然開かないな。でも俺もな。遠いで。問題。雑学。一般日本三名。知らねえよ。偕楽園しかわかんない。それも知らない。茨城あるよ。兼六園って石、あれ、なんか石川にあったような気がするんだよな。残り5秒。あと一つが、はい、ね、なんとか園って言えば当たるんじゃない。伊藤園。ザーあ、くそ、そんなわけねえな、分かってた。今のはカットです。俺は渾身の。あ、あと1秒だったの。あ、でもなんか出そうだった。これは答えられなかった。4人大喜利やれば出たか。うん、え、なんだっけこれ、なんだっけ、ちょっと、やべ、もみじおろし。おお、すごい。あ、それだ、それだ。さすが食通。食通なんだ。そんな。よし、と、今回選ばれたのは50万の間。微妙。あー、ねえや。うお、誰だ、一番揃ってんの。1P。あ、3、1P なんだこれ。わかんない。なー、
わかんない。何これ、世界的バレエ団。全然わかんない。バレエ団だ、聞いたことあるんだろうね。聞けばなんか、なあ、そうだね、そうだ、多分唯一知ってるバレエ団これなんだろうね。うわー、わかんないや、わかんない。あ、知らない。あ、全然知らない。知らないっす。あ、知らなかった。あ、え、知らない、名前わかんねえや。え、俺本当に知らないんだけど。え、普通に、え、義経、弁慶。あ、違うんだ。なんか京都で祭りに答えられる人はいませんか。頑張れヒゲ、もうここ出すしかない。わかんねえんだよな。え、ビリケンさん。え、さあ他に答えられる人はいませんか。あ、平の何かな。あ、平さん、アントニオ猪木。何と言ったのかよく聞いて。お、一人がボケをもう一回またね。言うの？ジャイアントババ。知れえから。一番惜しかったから。他に答えられる人はいません。音的にはね、もしかしたら。これ適当に、適当に言っても当たるっていうのが怖いね。確かに。確かに。平野正門。残念。な、うん、あ、余市の指とか言うもんね。あー、言うか。それ言われてやっとだ。ああ、いや、それ知らなかった。ダバマルヘリー。知らねえ。これ。ダバマル。デトロイトメタルシティ。ジンクシャー。コブラ。コブラ。違います。みんな破れてく。ヘビーメタル。違います。意外とみたいな。さあ、問題に答え出てるよみたいな。みたいな。ダバメタル。全然違う、全然違うわ、全然出てこない。一生出ない。 L 外なんだ、みんな落ち込んでるぞ。ポーズ。サッカー日本この時代でしょ。わかんない。遠藤。あ、違う、名字だけでいいの。あ、わかんない。遠藤とかフルネーム。中村俊介。何と言ったのかよく。これやだよね。これやだ。違います。あ、答えらボタンを押した。今のいませんか。もったいない。トルシエ時代。トルシエ。さあ、他に答えられる人はいませんか。どうしよう。ちょっと間がかあるよ。ラモス・ルイ。違います。中田浩二。ああ、知らない。全員不正解ということで。ダメだこりゃ。全然当たんねえ。問題。わからない。よく人の手みたいな。ああ、わかんねえ。人の不正。適当に。コグマザ。残念。さあ、他に答えられる人はいませんか。サソリ座。うん、全然違うじゃねえか。全然違えよ。せめて文字数当たってないと。今回選ばれたのはこのナンバーです。久々に正解したけど。ああ、もうちょっと食べ物。正解したっていうのか。すごい。ハンバーガー。え？なんか逆に疑っちゃってる。ビンゴマシンスタート。今回選ばれたのはこのナンバーです。あ、やった。開いたけど問題。微妙な。ホタテ。正解。へえ、そうか。だからホタテって。やった。ビンゴマシンスタート。そうそう、今回選ばれたのはこのナンバーです。お、俺リーチ。リーチ来た。あ、君もだ。うわ、いや、次はやばい、外せない。問題。豚。お見事。たまにこういうの出んのね。なんか緩い問題で。なんか不意を突かれる。今回選ばれたのはこのナンバーです。あー、微妙なところ。懐かしい。問題。え、これでいいの。クレーター。え、あれ違うのか。これクレーターだと思う。答えられる人はいませんか。
え？わかんねえ。平原、あ、そっか。クレーターって穴の方か。平原部分のことは。あ、なんて呼ぶ？知らないよ。わかんない。月面。残念。それっぽい感じだったけど、うん、もう最適解だと言われないから。へぇ、残り5秒、タイムアップです。そうなんだ。ハメになるな。ハメになったね。でも使わない。いくつ適当に答えられるの。3つ違います。他に答えられる人はいませんか。9つ結構あるな。わかんねえけど実際。他に答えられる人はいませんか。14。あ、14が当たっちゃった。なるほど、2桁の数字がよかった。選ばれたのはおーっと、まだあっか。やったラッキー。あー問題三キロ都道府県言えば当たりそうだな。猿、いや、なんか聞いたことあるけどわかんないわ。残り時間がありません。いっか、これ宮城。残念。さあ、他に答えられる人はいませんか。これは栃木。残念。さあ、他に答えられる人はいませんか。人とけば当たるかも。そうだね、都道府県言えばいいんだよ。47分の1。茨城。残念。さあ、他に答えられる人はいませんか。おスパーッと。群馬。あれ群馬。山です。惜しかった。なんで俺らさんに北関東をするかも。なんか猿がいそうだからね。あ、俺宮城だけどね。問題。ああ、またゲームボーイ。ゲームボーイ。残り時間がありません。レダロット。ゲームボーイ。ゲームボーイ。ゲームボーイの段階ではさすがにやめてくれ。何これ、簡単だ。4。そうなんだ。そう、縦が4列目しか。よし、これで決める。そろそろ動画時間的にもちょうどいいし。このナンバーです。よし。さっきすごいこと言った。知らねえ。ドイツ語。正解です。おお、なんでなんかプロケンジュニアなんかっぽい、確かに。今回選ばれたのは20。このナンバーです。大間だか。いや、っぽいの言うから、もしかしたらなんか音であってね。ああ。なんだっけな、ノキオン、テルギウス。テルギウスしか知らない。なんだっけな。それっぽいの言う。いや、でも、でもそれっぽいのも出てくるね。さあ、時間がないぞ。なんメタルギア。メタルギア。答えられる人はいませんか。アルタイル。それっぽい。ぽい単語言った。ぽい単語言ったぞ。他に答えられる人はいませんか。ぽい以外何にもないけど。アンタレス。違います。さあ、他に答えられる人はいませんか。よし。メタンガス。ぽいか。シリウス。うわ、頑張れば出ないこともない。確かに頭にはある言葉だね。問題。お、これは。なんだよ。なんだっけな。デムラ。よっしゃ。おお。やったぜ。さすが。トラマン。スキンのマシン。スタート。まさに。今回選ばれたのはじゃあメダコ。今ので決めたかったな俺。あーやばい。今ので決めた俺かっこよくなかった。いや、そうでもない。問題。
スイーツ。違います。スイーツって場所かけっぽい。さあ、他に答えられる人はいませんか。ギリシャ。ギリシャ。残念。さあ、他に答えられる人はいませんか。そうなんだよ。よし、ドイツ。残念。ドイツ。さあ、他に答えられる人はいませんか。意外と日本とか。あ、なんて言う。日本。何と言ったのかよ。日本。何と言った。嘘。アメリカ。違います。日本。言ってたじゃん。すごい。すごいぜ。これはひどすぎる。日本じゃないとダメだ。スラブ部局の人。スラブ部局の人。これ作者とかってさ、当てずっぽうでも当たんなくね。うん、確かに。当てずっぽう。聞いたことはあるわ。あ、ドボルザークは知ってるわ。問題。K は K だ。今回ね、ジャック。正解です。揃うか。揃え。ビンゴマシン。終わる。スタート。長かった戦いをさらば。今回選ばれたのはこのナンバーです。リーチライブやった。確かに惜しかったんだけどね。チャンスが8だったから。うわ、でもヒゲも。そうね、私も2つリーチが。ダブリ問題。なんかサッカー詳しかったらなんか分かりそう。ああ、確かにサッカーっぽい。うわっ、じゃあイタリア。トシでしょ。あ、そうか、トシか。トシ。他に答えられる人はいませんか。これ答えられたらちょっとかっこいいと。うん、じゃあ俺いいわ。俺かっこよさないから。分かんねえや。うわっ、すげえベタな。お前サッカーとか言わない。だってなんかチェルシーとか出るから。あ、なんだっけこれ。なんだろう。三勝。三勝。アメリカ。ね、これも答えづらいわ。なんかね。三勝だと思うけど。これで俺万が一クリアしちゃったらまずいし。カットでいいんじゃない。あれ？おい、あれ最初じゃなかったっけ？おい。問題。マリオペイント。正解です。お、やった。これ俺普通に遊んだ。ビンゴマシン。スタート。あれ叩きのゲームやったよ。ああ、やっぱあるね。今回選ばれたのは。お、揃った。やった。なんかマリオペイントで終わったの嬉しい。ここでクイズ終了です。やったー、長かった長いぜ。長かったな。この方、おめでとうございます。今回の戦い、ビンゴマシンに選ばれたのはあなたでした。おめでとうございます。それでは、今のお気持ちを一言で。これは勝ち損じゃ。何も言えねえ。まあまあとは余裕。まあまあと言ってねえよ。俺北島康介さんのやつをパクっただけなんですけど。言ってないですけど。まあまあとか。絶対滑らしに来なかった。クイズデビューではビンゴカードに夢をかけたいあなたの挑戦を。なんかお助けクイズみたいなのって出てなくね、結局。あれだけやったのに。そうだね。出せよ一回ぐらい。はい、終わり。はい。ねえ、なんかもう勝ったよ。すごい。ありがとう。はい、じゃあね、パートはこんなとこで終わりましょうか。はい。はい、さよなら。さよなら。